左がホワイトバランス前、右がホワイトバランス後ホワイトバランスとはカメラにおいて様々な色合いの光源の下で望んだ色調の写真を得るための補正のことである。バランスについて純白の被写体をど、一般に赤みがかったり青みがかったりといった光源が多いため赤シアンを主軸とする色温度の調整が主となるが、太色の方向での調整も含む。まず、 理想的なカラー写真を撮影できるカメラを想定する。そのカメラでは実際の光景の光のパワースペクトルがそのまま再現される。しかし例えば白熱電球のような赤みがかった光源化や逆に蛍光灯のような青みがかった光源化において人間の視覚は光源のために赤くあるいは青く見えていることを補正して自然な色合いで対象を見ている。 そのため、仮に、光学的に理想的なカラー写真を撮影できたとしても、その写真は、光原の影響で、自然な写真にはならない。これの調整が、ホワイトバランスである。白グレー黒の無彩色を無彩色に、また、人間の肌色などといった人間の感覚が敏感な、対象を自然に再現することが第一義だが、例えば、 真っ赤な夕焼けを完全に補正して、白いものが白く写っている写真にしても普通は意味がないわけで、そこは撮影者の意図によるものとなる。銀円写真の場合の具体例としては、普通のカラーフィルムは標準の処方で現像して、日中の太陽光の下で撮影したものが自然な写りになるよう調整されている。このフィルムを使い、蛍光灯に照らされた、 被写体を撮ると緑色がかった不自然な色に映る。また、白熱電球に照らされた被写体を撮ると、大々色がかった不自然な色に映る。リバーサルフィルムのように敏感な写真材料の場合は、太陽光でも、ドン天時や早朝にはフィルターで調整することがある。ホワイトバランスに敏感である点は、デジタルカメラも同様である。そのため全てのデジタルカメラは、 オートないしマニュアルのホワイトバランス調整機能を持っている。以上の点は動画でも同様だが動画の場合は連続して調整する必要があるという点が加わる。コマ撮り等の場合に顕著だが1カットの短いシーン中に露出等と同じくフラフラ変動すると大変見づらいのでオート設定にせず色調整を固定すべきである。2台以上のテレビカメラで収録間は 生放送をする場合は、カメラ間のホワイトバランスを統一しないと、切り替えの際に色温度が変わった映像が流れてしまい、見苦しい映像となるので、必ずホワイトバランスを統一する。また、テレビ番組の取材などの映像を注意して見ていると、外から屋内に入ったり、白熱電球から蛍光灯に光源が変わった時に、バランスを切り替えたのがわかることがある。 フィルムカメラで厳密に撮影する場合は、カラーメーターによって色温度を測定し、その色温度に適した色補正用フィルターを装着したり、特殊なフィルムを用いて撮影している。アーカイブ目的の場合は、カラーチャートを一緒に写し込む場合もある。デジタルカメラではカメラに内蔵されている機能で補正が可能なため、色補正の機材の準備や手間がかからない。これは、 フィルムカメラによる撮影と比べて大きなメリットである。ホワイトバランス機能には大体以下のような種類がある。上位機になるほど手動操作が可能になり機能が多い傾向がある。オート撮影対象の光原の状況を画像エンジンが自動で判断し適正な色状態を再現する。略称は AWB。撮影場面によっては補正が足りない。 あるいは過剰補正となる場合も多々ある。そもそも万能なオートホワイトバランスというものは存在せず、カメラごとにメーカーの開発部門の設計思想を反映していると応募式、癖が存在している。プリセット性展示やドン展示、電球光、蛍光灯、エレクトロニックフラッシュ光などごとのあらかじめ用意されている設定から選択する。プリセットホワイトバランスマニュアルホワイトバランス。 プリセットカスタムホワイトバランスワンタッチホワイトバランスカスタムホワイトバランスホワイトセットワンプッシュホワイトバランス色基準となる被写体を撮影者が用意しそれをカメラに測定させそれを基準とする色温度指定色温度を直接あるいはスライドバー操作などでマニュアル入力するホワイトバランス補正露出補正と同様 オートあるいは前日の測定によるバランスからマニュアルで補正、調整するもの。例えば、夕日の写真を撮る際に正常なホワイトバランスでは赤みがうまく表現できない場合、赤系に補正して赤みを強調させるといった効果を出すことができる。ホワイトバランスブラケティングオートブラケット機構の一つで、オートバランスや設定値から青系、赤系、&、オアミドリ系、 赤紫系で前後何段階かシフトさせ、同時に撮影する。以上は、撮影時の設定だが、いわゆる RAW 画像データが取得可能な場合、いわゆる RAW データ現像時にも、ホワイトバランス調整が可能である。あるいは目的により、わざと色付きの対象を基準とさせることもある。ありがとうございます。